これは割とめんどくさいですね。割とめんどくさいですね。使うでしょうか。この矢印は一方通行と言います。矢印の方向にしか進めません。何かと頭を悩ませる存在です。ちょっと不幸せです。はい。下矢印と上矢印があります。どちらもあんまり嬉しくないです。でもめげてはいけません。めげない。しょげない。泣いちゃダメ。逆から乗ると足場になるんですね。はい。チャット。トゲトゲ。死にそうですね。触れると痛い。触れると痛いトゲトゲです。最初からやり直しになるくらい痛いです。それはもう不幸せです。踏まないようにしましょうね。普通にこれアクション面なんだけど。空中に浮いてますね。じゃあ不幸せ。固定。割れた。一応多分これ水の緑ですかね。モチーフは。水の緑って知ってますか？こうですね。よく物理の実験とかで見るんですけど、実際に作ったことないですね。実際見たこともないです。あー、中学校の時ありますかね。なんかいますね。さあ、変なのが登場しました。変なの。まあまあですな。この生き物の名前はマックン。陽気な顔の変なやつです。敵？いえ、違います。触っても平気です。上に乗ったってへっちゃらです。でもブロックのように横からすり抜けることはできません。狭いところは譲り合いの精神で。なっちゃったよ。ハックンはブロックだけでなくマックンも吸えます。そのまま同化し、好きなところで吐き出します。同化してん、ね、ああ、マックンはその陽気さゆえ、トゲだけ、トゲトゲだってへっちゃらです。陽気だからいいのか。トゲトゲがあって進めないところは、ちょっとマックンに足場になってもらいましょう。いくら陽気で。また、マックンは、ブロックと違って好きなところで吐き出したりはできません。罰が表示される壁の中ではきっとマックンが地団駄踏んで嫌がることでしょう。地団駄踏んで嫌がる。まあ、壁の中に閉じ込められたらね。そりゃ、クッパと同じような。某クッパさんと同じようなことしてると。届かね。ね、キノコ城で、某クッパさんが、閉じ込めちゃいましたからね。ブヨブヨ、ブヨブヨ赤マックン。はい。うん。マックンには色を注入できます。ここでは赤を入れて赤マックになってもらいましょう。赤マックン。一見変化がありませんが、彼の体は今、それはもうビヨンビヨンになってます。踏んでそのギューッとした弾力を味わってみてください。言い方が、言い方があれ。赤マックンを踏んでジャンプすると通常の 1.5 倍。つまり、赤マックン、マックンを土台にして3ブロック分飛べます。1.5 倍ですね。1.5 倍か？これが 1.5 ブロック分入れると、このマックンの潰れた半ブロックとこの 2.5 ブロック分合わせて3ブロック分ですね。テクテク赤ま、青マックン。テクテク青マックンですね。はい。トゲトゲが平気なマックン。ちょっと手を、いえ、体を貸してもらいましょう。体を貸し。はい。
マックに青を入れると足場が続く限り前進をします。行き止まりでは引き返します。トゲトゲなどはこうやって進んだりできます。なんだか幸せ。こうやってマックの犠牲を盾に幸せを手に入れるハックン。じゃあ行きましょう。ポイ。捨て犬。大丈夫、捨て犬にはしない。はい。意外とこれタイミングシビアですよ。はい、尻餅キマックン。キマックン。黄色マックン。さて、マックに黄色を入れるとどうなるでしょう。はい。むにょ。かわいい。このように黄色を注入されたマックンはその場で尻餅をつき始めます。その下にスイッチがあった場合、スイッチを押してくれます。これはなかなか便利ですよ。はい。赤ですね。ほいっと、こうやって取ります。このマックンかわいいですね。ポチッと。こんなこともできますと。退避。スイッチも押せちゃう。マックンは空中で吐き出すと下に落ちます。これを利用してスイッチを押すことができます。捨て犬。かわいそう。もちろんマックンの上からもスイッチを押せます。ギューッと押しちゃってください。ポチポチ。踊ってますね。それでも陽気だ、ね、ポチポチ。踏み台。あれ、よし。ブロックとマックン。スリッスリッ。マックンはブロックになれません。ブロックの上に落としてもすり抜けてしまいます。はい。スリッ。色の入ったブロックもすり抜けます。ブロックに乗れるのはハックンだけなのです。それはもう独り占めです。かわいそう。本当の捨て犬じゃないか。でもこのままじゃ通れませんからね。スリポイ。吐かない。吐かない。さようならマックン。さあ困りました。半分はみ出ているマックンが邪魔で降りられません。このような時は次のような方法で解決できます。よく見ていてくださいね。あマックンは縦に重なると下のマックンが潰れて消えます。ですがハックンとマックンが同化しても重なって潰れません。ハックンはハックンなのです。なんというなんという。儚い存在。マックンは儚いですね。はいと。踏み台。踏み台や。ロックンの秘密。ロックン登場。岩ですね。目の前に見える岩。実はロックンという名前があります。さもないかのように。色の注入はできませんが、マックンと同様に吸い込むことができます。かわいいね。ロックンを吸い込んだハックンは、その体重も吸収します。重くなっちゃうわけです。重くなったハックンはジャンプ力が低下し、1ブロック分のジャンプしかできなくなります。不便。ロックンを吸った時には飛べる高さに注意しましょう。壁の中ダメみたいですね。ロック。
そしてこの顔である。届かねえ。ガラスを割ろう。下に見えるのはガラスの床です。ハックンの体重ではびくともしません。でも重いものを吸い込めば。そこで目の前に見えるロックンを吸ってみましょう。ガラスの床を 1.5 ブロック分の高さからロックンの重さがかかると、パリーンと割れます。つまりこの高さですね。思い切って飛び降りてみましょう。ドン。見事割れました。めでたしめでたし。ガラスは割れた。次に別の割り方をしてみましょう。ガラスの床はハックン自ら割らなくてもロックンを落として割ることもできます。ガラスの床に、グラスの床の上に落ちるようにロックンを吐き出してみましょう。ブッシュ。またまた割れました。めでたしめで、めでたしめでたし、めっちゃ幸せですね。はい。人を利用して幸せになるハックン。それは幸せですね。バリンと。間違った。まあいいや。まあいいや。はい、ブロ君とツボ君。はい。の、この嫌な目をしたブロックはブロ君。ブロックの偽物です。偽物なので、すいません。横からすり抜けることもできません。ハックンにできることはチクチクと突き刺すだけ、追っ払ってしまいましょう。ブロ君は刺されると1ブロック分逃げます。追い払うもよし、足場にするもよし、どんどん利用しちゃいましょう。泣いてるじゃないか。聞く、聞く。嫌なやつ。嫌なやつ。つぼくん登場。の、この変な目をしたつぼはつぼくん。ツボの偽物です。偽物なのですいません。横からすり抜けることもできません。ブロ君同様、チクチクと突き刺して追っ払ってみちゃいましょう。目見えねえぞ、これ。偽物なので割れたりしません。なんか嫌です。彼には足場として役に立ってもらいましょう。めでたしめでたし。めでたし。めでたいですね。邪魔者は突き刺すっていう。あと4つ。上級テクニック。赤マックを潰すと。もう上級編ですね。マックが邪魔で先に進めません。困りましたね。そんな時は次の方法で解決できます。ムニュ。マックに赤を注入しました。今、マックの体はビヨンビヨンです。つまり、ビヨンビヨン。マックを踏むと半分潰れて道が開きます。それはもう幸せですね。はい、幸せです。はい。ほい。インジェクション。にょっ。これでマックンは幸せなのか。口出しジャンプ。はい、ここではまずハックンの乗ってるブロックを取らないと進めません。でも降りるときに口を出して取るのはちょっと大変。こんなときは口を出したまま降りてみましょう。わお。この通り楽に取れました。この口出しジャンプは覚えておくと何かと便利ですよ。高いところに壺がありますが、2ブロック分の高さなら移動することができます。こんな時も口出しジャンプが有効です。わお。黄色は斜めですね。ほい。これ後々使いますね。 Y を押したまま B ですね。ほい。
ち出して Y を押して B ですね。 Y。 わお。はい、ゲット。早技その1。わお。